マンハイム軍区はアメリカ合衆国ペンシルベニア州南東部のランカスター郡のタウンシップである。タウンシップとしては1729年に法人化された。2010年の国勢調査での人口は38,133人だった。領域の南端がランカスター市の地域に接している。マンハイムタウンシップはアメリカ合衆国会員ペンシルベニア州第16。 選挙区に属し、2015年時点では、共和党議員が占めている。ペンシルベニア州会院では、第97選挙区に属し、上院では、第13選挙区に属している。2015年時点でいずれも、共和党員が占めている。マンハイムタウンシップは5人の委員による、行政委員会が統治している。委員は四年間の任期で選ばれる。二千十四年一月時点では、 共和党員4人、民主党員1人という構成である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は24.3平方マイルであり、このうち陸地24.2平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.33%である。マンハイムタウンシップは独自の郵便番号を持っていないので、住民は近くの自治体の名称を、 郵便アテナに用いることになる。町の最北部に住む住人は、リキッツ、中央部と南部の住人は、ランカスター、東端部に住む住人は、レオラというアテナを使っている。タウンシップの中には、ネフスビルという未編入の町が入っている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マンハイムタウンシップの公共教育を受ける児童生徒は、 マンハイムタウンシップ教育学区の学校に通っている。この学区にある学校は以下の通りである。マンハイムタウンシップ教育委員長は教育学区の政策予算方向付け、ビジョンを作成する。委員会の委員は9人であり、4年間人気で選出される。映画の撮影現場、ありがとうございます。